サーフキンを。わあ、あ、これやばい、死ぬ。あ、もう。マジかよ。うわあ。助けて、人が足りん。味方来てくれよ、頼む。無理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 、助けてって頼む。ありがとうありがとう、一人来てくれた。あー、どうも皆様こんにちは、グリードです。エクスプレスがね追加されました。いや、このマップはねもう伝説のマップとして語り継がれている、マップなんですが、まあ今回こちらプレイしていきたいと思うんですけど、まずね、動画の前にちょっと一言言いたいことがあって、ちょっと前にリーグプレイの話を出したじゃないですか。リーグプレイっていうのは4対4の競技ルールですね。それのランクマッチです。まあ、最近エイペックスとかでもランクが流行ってるじゃないですか。まあ、勝っていけばランク上がって同じランク帯と当たるっていうシステムなんですけど、これがですね、今作のリーグプレイは BO4 のシステムを元に作られるらしいです。いやー、まあ、ちょっとまだわからないんですけど、出てみないと。もしかしたら BO4 とはちょっと違うかもしれないんですが、BO4 はね、ランクシステムじゃなかったですよ。リーグプレイだけど、ランクシステムじゃないっていう。もう、ランクはつくけど、結局誰とでもマッチングするっていう、もうそれ公開マッチと一緒じゃねえかっていうね、状態だったんですよね。だからね、ちょっと残念。残念っていうか、めちゃくちゃ残念。まあ、まだね、確定ではないので、まあ、実際出てみたら、ちょっとね、システムがまた違うかもしれないので、断言はできないんですけど、BO4 もと、ちょっとな、僕は残念ですね。まあ、BO2 のリーグシステムとか、ワールド2のリーグシステムが良かったですね。なんか、世界のトッププロともね、ランク上がっていくとマッチングして面白かったんですけどね。まあ、ただ、その、メリット、デメリットあって、その、全員、どのランク帯ともマッチングするってことは、マッチングはね、早いっていうメリットもありますし、マッチングはランク別に分かれちゃうと、マッチングにすごい時間がかかるっていうデメリットもあるし、まあどうなんでしょうね。これはもう、まあ、競技シーンやってた身としては普通にしっかりとしたランクシステムを作ってほしいんですけど、いや、どうなるか分かりません。というわけで今日はエクスプレスプレイしていきたいと思います。今日はなかなか発狂試合なので、最後までぜひ楽しめる動画になってると思います。というわけで動画へどうぞ。はい、というわけで今日はエクスプレスやっていきたいと思います。おおすげえ適当に投げたのに、なんか完璧なグレネードだったね。そして誰もこっちいないっていうパターンですか、俺。誰も来てないの、本当ですか。おお、なんだなんだ。オッケー。ん？エリアの方に行ったかな。おお！おい、絶対もう、まぐれやないか、今の。まだナイスショットや。びっくりした。もう、今作、初めてやられたんじゃないか、トマホークキル。ちょっと待って。ちょっと待ってほしい。なんで今飛び出してくんの？いやー、エクスプレスね。どうしようかな、SMG の方がいいかな。なかなかにね、列車内とか、入り組んでますからね。どんなリスポーン？いやー、もうちょっと、覚えてないっすよ、立ち回りとかは。さすがに。確かにね、この脇がね、おかしいのは覚えてる。これ。脇ポジが少なくて、この、一番端っこ、マップの一番端っこからどんどん湧いてきちゃう現象はね、覚えてるね。で、味方はそこで湧くけど、敵はこの辺来そうだけどな。大丈夫かな？今出してくんのか。ナイス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 。で、フラグだけ入れておいて、味方が取ってくれましたね。これ壁貫通できなかったか？危ない危ない危ない。どうだ？奥やって、手前やって、もう一枚ぐらい来ててもおかしくないけど。どうですか？いいね。よし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 。で、この有名な伝説のポジション、エレベーター付近を。わあ、これやばい、死ぬ。ああ、もう。マジかよ。わあ。おい、なんやこのマップ、本当に。もう。わあ、硬いし。硬い人や。空爆呼んじゃおう。もうここぐらいしか当たんないでしょ。もう全部ここに落としちゃう。
ダブルキルまではいかないですか。そうですか。左いますよね。あー、ワンショ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 。なんだお前、上登ったか。行っちゃうぞ。うわ、炎で見えなかった。ずっと向こう脇ですね。すーごいみんな。あ、大丈夫か、引かれるぞ。僕みたいな人はいないですよね。僕みたいにそうそう引かれる人はいないと思いますね。さあ、これ脇あれだな。多分こっちで、こっちになってる。端っこからどんどん湧いてきてるパティンでしょ。あ、バレたかな。 OK。 ほ What？ うーん、これはエリア正面突破した方が良さそうだね。ナイスショット。おお、いいね、スナイパーさん。これ多分奥から湧いてきてるから、でこれトロフィーじゃなくて、これセンサーマインじゃなくてフィールドマイク、まさかの3枚。これリロードする必要なかったな。でどんどん湧いてきてるでしょ。もう湧かない？もう大丈夫ですか。後ろ入ってきてるね。まだいる、まだいる、まだいる。壁抜き、壁抜き、じゃなくてスモーク抜き。さあ、オービタル溜まったけど、まだね、あれだね、カウンター指が出てるか。よーし、いいぞ。うー、どんどん行きましょう。点差とんでもないことになってな、でも。はい、強い。はい、オービタル。そこにいるのは上がって出てこい。オッケー。まだ行くぞーん。まだ中だね。オッケー。オッケー。まだ後ろにいる敵が。ここをセンター。なんでうんこ、うんこじゃない。なんでそこにガスが、おならがあるんですか。なあ、またお前かよ。もう、なんなの、さっきからもう本当に。もう何もう、なんなのさっきから。天才やばすぎやろ。どうやって、みんなポイントリ、あ、まだいる。あ、またおなら、またおなら、もう、なんなの、ちょっと、空爆絶対当たんないじゃん、こんな。なんで空爆にしてきたの、今日僕。当たる。みんなエリアに急げ、エリアに急げ。多分これ敵奥脇してるよ、まだ。当たる。そこフラグ入れてからの、え、あれ足のフラグどこ行った？まずい、点差がマジで。これ以上空いたらマジできつい。どこだ？オッケー。おお、危ない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 。リスポン買った、リスポン買った。左で上がってねって言うけど、敵右だよな。こっちだよな。いや、いるんかい！いるんかい！そこにおるんかい！いや、これ、ローテされてるな、多分。いや、早え、敵、ローテ早え。もう、ショットガンだし。空爆当たるかな。一人ぐらいやれたらいいんだけど。なんか、無理、無理や。無理に決まっとる、こんな。あれ、こっから登れなかったっけ？これ僕の後ろ湧いとるわ。Hurry up! Hurry up! それでも食っとけ。うわぁ！ RPG やし。まずい、ポイントが。当たった。投げも入れて。もう行くしかねえ。やった。殴る。ロング。倒せない！手前いる！次どこだっけ？次センターじゃないから。いや違う、奥だ、奥。リスポーン変えないとまずいやつ。やべやべ、急げ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 。後ろ？リスポーン変わったし、今度は。なんやなんやなんや。フィールドマイク展開。列車なんか来るんじゃないか？待って、リスポーンまたおかしいな、これ。敵こっち開けだね。勘がなんとなく当たってんだよな。待って、これ地点向こうで湧いてるじゃん、敵。もうマジかよ。まだ奥脇してると思う、これ。もうショットガン、うますぎだろ、今のショットガン。
なんだ今のジャンプ打ち。あれはうまいわ。うますぎたわ。スタン当たります。どうなってるこれ。潰されてるけどレーダー。こっち脇かな。脇がいまいちわかんないんだよね。おお、うお、直撃だし。もう、いいことない。このマップ全くいいことない。なんなのこれもう。なんなのリーグプレイ来ねえし。あ、じゃあ、ちゃんとしたリーグプレイ来なそうやし。リロードしな、せずに行く。リロードせずに行く。助けて、人が足りん。味方来てくれよ、頼む。無理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 、助けてって、頼む。ありがとうありがとう、一人来てくれた。あー、カモン、ワンダウン。まだ来るよ。まだだ、まだ終わらんよ。あー、リスポーン勝ってる。まぜ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 。ボディボディ、みんな体もぶち込め。ぶつけろぶつけろ。あぶね、強くね、わし強くね。はあ、なんで今死んだの。空爆絶対後ろ当たんないでしょ。いやでも呼んでみよう。センター来そうだな。次どこだっけ。こっちの方じゃないか。同手されてんな。もうショットガンだし。ああ、終わっちゃう、終わっちゃうよ。頼む、誰か誰か。There's no coming back from that. All your asses back home, CIA. Hard fail, hard fail.